ましょう。おじじみおじゃいす。ブラックです。ということで今回もセーフニングでワープにぜひやっていこうと思うんですが、今回はですね、こちら POTW ウィフユーロ2020来てるよということで、早速ね、まあ、見ていこうかなと思います。ということでまずね、トップレアがですね、ロベルト・レバンドフスキということで、レバンドフスキ来た。もうこれレベル1の段階でね、総合値がなんと96という化け物っぷりですね。過去最強っていうのをね、ここ1ヶ月くらいずっとね、あのガチャでね更新されてるというか、毎回来てる選手がねほとんど過去最強なんてんですけど、はい、まあ、レバンドフスキももう過去最強と。トルコンがですね、なんと5強化でベースは2なんですね。そして決定力も5強化されてる。で他はまあ2上がりみたいな感じなんで、今回ではボールコントロール決定力なんで、ボディコントロールも高強化なんで、うん、まあ、フィジカルボディコンがあるセンターフォワードということで、まあ、いろんな、ね、使い道がありそうかなと。でハリー・ケインですね、188センチということで、まあ、この選手もベースがまあ3強化みたいな感じになってて、ヘディングですね、ここが86から92なんで、まあ、ここと、あと決定力、この部分も強化。ケインもこの前来たナショナルセレクションのやつと比べると、ヘディングとねカーブだけがね確か高いのかな、なるほど、っていう感じなんで、ナショナルセレクションよりもまあちょっと上みたいな感じ、はいはい、ケインも今の環境はあんまり見ないですけど、やっぱ使いやすかったんだよね、俺イングランドのナショナル使った時に。はい、そしてカンテ、まあ、カンテもね結構来てるんですけど、ベースが5強化で、フライパスがこのカンテが8上がってるといった感じになっております。結構パス系の能力がカンテ、過去のカンテと比べても一番高いのかなっていう、はい、ブランダーパスもですね、そうですね、86から94なんで、まあ、鬼強化されてるといった感じで、あと瞬発力がね、このカンテ85から93なんで、まあ、ここもちょっとすごいっすよね。レベまでね95でしょ。ただ過去のカンテと比べると、投票の方で来たカンテ、はい、あっちの方がねちょこちょこ能力値は高いところはあるっちゃあるんで、好みかな。ジャカですね、まあ、ジャカは186センチで、結構ね能力値はいいとは思うんですけど、まず一番ちょっと見に行くのはコンディション安定で4なんで、うん、まあ、これからちょっと厳しいのかなっていうのは、まあ、結構今あります。コインをね貯めてるっていう人も多分多いと思うんですよね、はい、そのあえて、まあ、来作がねもうそろそろ来るから、ね、うん、まあ、今別に引かなくてもっていう人もいると思うんですけど、はい、まあ、そういう人にとって本当ジャカとか当たっちゃうと一番困るかなっていう感じかなと。ボヌー来ましたね。来ました、このボヌーがね。ベースが4強化みたいな感じになっております。でもヘディングとかもやっぱあるし、ただやっぱりスピードと瞬発がね結構厳しいかなっていう気はしますね。ここに4だけど、ね、使うか使わないかで言ったらね厳しいんだよね。でこの選手結構嬉しいですよね、ゴレツカと。ゴレツカって過去にもそんなに来てないと思うんですけど、189cm、24歳の選手ということで、まあ、ベースが4強化、ゴレツカもなってるんですけど、オフェンスエースに関してはね75から82ということで、まあ、ここねグッと上がってますし、フライパスも79から86、全体的に能力値が強い選手かなと。まあそうだね、まあ、スタミナだけがね、なんか過去の CS に来たやつと比べるとちょっと落ちてる感じなのかなっていうところなんですけど、他は全体的に全部勝ってるんで、はい、ゴリツカもねそんなにやっぱ使用率は高くない。まあ1回だけっけ、そうで、まあ、そんなに見ないんですよオンラインとかでも。だからもしかしたらこれ使ってみてどうなのかっていうのは確かめてみたいところはありますね。これスリバ欲しかったね。でモラタですね、まあ、モラタは189センチ大型ですね。まあ本当オフェンスエースが抜きに出てるよね、あのスーパーサブの中でも、うん、確かこれレベルは97かな、あの行くと思うんですけど、で決定力も88、4強化で、空中戦ですよ、ヘディング97なんで、マジで本当クロス作戦あるかなと。でスピード瞬発もあるし、まあ、体もねサイズも結構あるんで、でね謎のねやっぱ推進力がグッとこういくんで、まあ、これがスパサブで後半から出てくるとかなり厄介です。今6あるから普通に今の、ね、ガチスカにも入るんじゃないかな。ピッチですね、ポルトガルから179センチと、ピッチもやれる範囲大きいんですけど、まあ、この選手も、まあ、オフェンスセンスから決定力までは高いという、しかも決定力78から87、すげえわ。レベルまで90ぐらいいくんじゃない ?90 ちょっとぐらいいける。評価は結構うまい、スピード瞬発もあって、まあ、ボディコントロール高いのも結構いいですね。フィジカルも76ある。結構普通に強いっすよ。7じゃん。うん、何番手だっけ、あのね、チャンスメーカーか。でもワンパスルーパー持ってますよ。だから前はね、多分ね、ナンバーテンだったと思うんですけど、やっぱそうなんだ。アップデートで変わったのかなっていう。そうなんだ。感じで、まあ、この選手も、まあ、最近ね、結構、オジ TV だと OMF にチャンメン置いたりするの、ハマってるんで。楽しみなんだけど。まあまあ、あり。ありっちゃあり。惜しい、あの当たってないですからね、ピッチャー持ってないんですよ。
で、デナイデル、この選手ね、PSO で結構初期の方にね、一回登場してるんですよ。うん、週刊か何か で、足が速い確かセンターバックだったと思うんですけど、まあ、ベースがね、5強化されてて、やっぱりスピードが82から87なんで、かなりスピードと瞬発があるセンターバックで、まあ、フィジカルコンタクト、ボディコンもあるし、ディフェンスセンスからアグレッシブなのも結構高い数値を持ってる。しかも後腕がね、6あるということで、まあ、オーバーラップなんで、センターバックとかに置いても。もしかしたらハマる可能性もあるかなっていう。ちょっと身長ちっちゃいか。まあそうだね、180なんで相方でかい振り張りとかそういうのに任したいみたいな感じがします、ね。はい、でも速そうですよ。でピャトフですね、ウクライナ190cm キーパー枠。はい、まあ190はねかなりいいところで、普通にね、こっち、あでもやっぱキャッチのグレーン結構低い、20だもんね、低いかな。で後腕がまあ6で、まあ、守備的 GK と。で、こちら、ジキヤ。ジキヤもね、なんか来たよね、ロシア、ね。ジキヤね、ロシアの NS。はい。結構使用感が良かったんですよ、うん、ジキヤを使ったんですけど、スピードと瞬発力が、80台しかここに乗ってて、フィジカルも強いし、ディフェンス、ボール射、アグレッシブに関しては1の時点でもう90、90、90なんで、ここ申し分ないかなと。で、後半が6。このジキヤもね、あのナショナルセレクションジキヤと比べてね、ほとんど変わんないんだけど、はい、フライパスと、確かディフェンスセンスかな、こっちのジキヤの方がいいんだけど。なるほど。ということで、まあ、狙いは1位ピッチかな。1位ピッチ、ちょっとこれ使ってみたいですね、チャンスメーカー。すごいね。で、まあ、2位がね、モラタで、3位がレバン。まあ、持ってるんで、ね。モラタってでも持ってない。モラタ確かエフピオロ持ってるんですよ。ただ、このモラタが確かオフェンスエースがすごい高くて、空中しても強いんで。ああ、なるほどね。ちょっと使ってみたいっていう。さあ、誰が来る。レバンドスキはめっちゃ持ってる。ああ、そうか。もう俺、立て続けに3ピノンタイム。まあ、でも言うてこのレバンが強いから。まあ、そうなんですけど。さあ。おぉ、ボールじゃない、ヌーの主。あー来たー、ここはイオンなんだよ。ボヌー、ボヌーチュー、ボヌー近ー。まあ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 、オッケーオッケーオッケー。今を楽しむ人、まあ、そうそうそう、今を楽しむ人限定という感じですね。レバーちゃん、レバーちゃん、さあもらったピッチ、うわー、かぶりボヌー、当たってー、ボヌー、マジ二かぶり二ボヌー横月。いやちょっとこれ二かぶりはまずいよ。違うのでいいよ。三ボヌー来る可能性あるよ。三ボヌーはまずい。終わり際にこんなこと周知仕掛けてくるかね。頼むよ。お、あ、これはあれだね、ユナイテルだね、多分ね、ベルギーだね。あ、足速い。あ、センターバックか。サンス CB。マジか。まあ、これ、サイドのセンターバックかなりいいと思うんですけど。さあ、ということで、ブラックおもちゃ会いきましょう。これは5列か、ちょっと使ってみたい。もう一回、ちょっと5列か、はい、最強の5列かと、まあ、やっぱデビーですね。レバンドスキー、5列かもらった。5列か持ってないんだっけ。いや、持ってるんだけど、なんかちょっと俺違ったんだよね。だからもっと能力上がって、どうなのっていうのを、ちょっと見てみたいんですよ。おっ、モラタじゃない、モラトゥー。え、モラタさ、最高。このモラタ一番強いよね、多分ね。いや、来たね。超強いっしょ。ピッ。いや、俺モラタも持ってるんだけど、多分このモラタ一番強いから。だって、オフェンス97って、ヘディング99でしょ。いいぞー。さあ、行きます。行きましょう。あ、今回のやつでもやっぱりもらった総合値も一番高いの。うん、いいことよ。頼むぞ。あー、これっすか、誰、これっすか、これっすか。ん、左ジャカ、ちょっと待って。あ、ジャカね。ジャカめっちゃ来てるから、まあ過去に俺。あ、そうなんだ。3体ぐらい持ってる。圧迫しちゃうからね、ボックスを。まあでも、今全部 C だからね、もう終わってるから。あ、スター。さあ、誰、頼むぞ。デビー来るか。おい、ちょっと待って、2かぶり。モラタ？モラタ劇場だ。俺こっちの方が良かったわ。何が？こっちが良かった。いや、俺もボヌー欲しかったよ。モラタ2かぶりしたかった。イエー。